ご存知のように土の荷物におりまして、私の付き人3年してくれました。とても頑張ってくれましたので、彼は母子家庭で、お母さんのことをすごく思ってた言葉を聞いて、私がすごくその言葉に感動して、一緒に頑張ったらきっといつかいいことがあるから頑張ろうと言って今日があります。でも気がついたら三山君は毎日飲んでるんです。今日ももうすでに関西の方に行っております。一日も休みがありません。明後日は私と一緒に合同で滋賀県に、もう私もまた大体皆さんと同じで、あのとこれを言えば通じるようになってきます。滋賀県で三山君と合流するんですけど、本当に皆様のお力がなければ今日の私たちが歩いてこれなかったということ、それからいくらかの好きでも聞いてくださる方がいないとキャンペーンすらできません。だからこうしてお店の中で、あのまたお店でとかよくいる方がいらっしゃいます。お店だからじゃなくて、出会えたところで歌を聴いてくださる方がいらっしゃるおかげで、私は44年続けることができました。だから三山君は大きな星になっていくのとを見ながら、負けないぞと思うような気持ちに最近はなりました。どうぞ年齢ではない、年数ではない、今を大切に頑張っていきたい。今日はそんな気持ちで参りました。最後の今日のキャンペーンは本当に楽しかったって言っていただければ幸せです。何かリクエスト一曲伺います。